どうもミルキー石井です。よろしくお願いします。新宿駅、新宿言うたらもう我々の、吉本興業東京本社があるとこですよね。もうそびえ立っておりますよね。もうウォーキングデッドのもうニーガンの要塞かのようにね、もう巨大な建物がドーンとありますけれども、まあ、そんな新宿なんですけれども、まあ、僕東京を初めに住み始めた時、8年前東京に住み始めた時はですね、練馬区に住んでまして、なんかね、乗り換えでよくね、あの西武新宿線から丸の内線とかね、あの乗り換えてたんですけどね、あの雨の日ね、丸の内線から西武新宿線ね、地下行けなかった、地下からね直接ね行き道わからなくてね、一旦ね、あのなんていうの、直線距離で言うと地下鉄のね丸の内線からですね西武新宿線まで地図上の直線距離にね道がないんですよ、その地下で。だから一旦ね、雨の日とか傘ない時とかね、一旦地上に上がってズブレになって西武新宿線に行くっていうね、あれが非常にね嫌でしたね。傘持っとけって話なんですけどね、あれなかなかね、直線距離で晴れてたら関係なしにね上がってね直線距離で行けるんですけれども、雨の日も一旦上がってズブ濡れなって西武新宿線行かなかった、逆パターンも西武新宿線から一旦ズブ濡れなって地下降りてっていうね、傘持っときゃっていう話なんですけど、である日ですね、見つけたんですよ、地下だけで行ける道を。ただ遠回りなんですよね。丸の内線からこう新宿駅からね歩いて、新宿三丁目の方向で言うとね歩いて、でぐーって行って、ほんでちょっと階段があるんでね、大きめの階段エスカレーターとかあるところ降りて、でしばらくまっすぐ行って、で左に曲がると、で左まっすぐ行って地下道ね、ほんで右曲がると、そしたら西武新宿線にね続く地下道に続くんですけど、結構ぐるっと回らないといけないんでね、なんか嫌なんですよ。直線距離で地下道あったらいいのになっていう、あれがねもう東京来たての時にはもう悔しかったですね。この壁、直線に行けないこの切なさ、もう例えば恋人で言うと近いところに住んでるのにお互い忙しくて会えないみたいなね、いやこの例えあってんから、この壁がねちょうどもう掘ったのかなと思いました。僕東京来た時もこれ掘って、もう西武新宿線の穴開通させたのかなと思ったんですけれどもね、そういうこともできずにですね、ガラッと回るっていうね、雨の日は、まあ、傘持っとけやっていう話なんですけどね、折りたたみ傘持っとけやっていうね話なんですけどね、あれが嫌でした。一旦上がるっていう、まあでも大回りしたらね地下通っていけるんですよ。まあいろんな店もあるから見ながらね、もう余裕持ってね、ウィンドウショッピングしながらね、途中であの安いねカフェのね、あのホットケーキが安い、パンケーキが安いカフェとかね、めちゃくちゃ美味しいところとか発見できたんでね、結果良かったんじゃないかなっていう、いつかですね、私が出世して大金持ちになったらですね、ぜひ地下鉄丸の内メトロ、東京メトロのね丸の内線の、まあ、新宿駅のあたりのね地下道から西武新宿駅のね直通のトンネルをね、もしくはもう地上のね屋根のある歩道橋をですね作りたいと思います。どうもありがとうございました。